俊介くん、こういう風にやるんだよ。ロックてなし、ロックてなし、なんてひどい、ふん言い方、ふんはい、こういう風に豆飛ばしてみて。うん、あやさん、これ本当に僕やらなきゃいけないかな。何言ってんの？今度の秘密基地で忘年会やるって言ってたの俊介くんでしょ。宴会、忘年会だったら宴会やるのは当然でしょ。それの芸仕込む食べでしょ。はい、もう一回いくよ。ロックでなし、ロックでなし、なんてひどい、ふん言い方、ふん。はい、これ春日井のお豆だから鼻に出やすいよ。うん、ロックでなし、ロックでなし、なんてひどい言い方、ちゃんとやって。このゲームには滅び商品が含まれています。ご注意ください。ドンカンこの野郎。ということで、おざまーす、かまくびでございます。いよいよリキンダーも9回目ということでね、長いなぁ。しかしこのゲーム意外と、まあエンディングは2回見てるんですけどね。そのうち2回ともに最悪なバッドエンディングというね。それじゃあ視聴者さんが喜ばないということなんで頑張ってます。はい、ということで、はじめましてのことは、はじめまして、私鎌首と申しますので、以後よろしくお願いいたします。で、引き続きずっとご覧になってまして、もう鎌首さん知ってますよみたいな、愛してるよって言ってくれるような方、本当に僕も愛してます。言うてくれる人いないよな。寂しいわ。世知辛い世の中やで、ほんと。はい、ということなんで。ああ、そうだ、前回はね、タイトルがね、マザー2のような RPG をプレイとか言ってますけども、騙されてとか言ってますが、ちょっと、今回は、それが、ちょっと今回は、それが納得できました。あ、これみたいな。あ、これがそういうことみたいな。まだずマジカウントみたいなね。そういうことですかということです。こんなカオスな世界に来ちゃったよ、もう。話せんのかな。はい、こんにちは。絵本の世界へようこそ。ここは絵本の世界。少しだけ頭がおかしくなりそうな世界。これは誰の絵本？誰の絵本かわかるかい？いや、わかりませんね。柳瀬隆ですか？アンパンマンやっちゃう。自殺ベッド。永遠に眠りますか？寝ません。でもちょっと寝てみたい気もあるんで、ちょっとセーブして。眠りますか？はい。ははははは。そうやね。本当に凝り上がって、システムに。はよ！本当にもう。繰り返すぎや。みんなで遊びに行きたいな。みんなでケーキを食べたいな。間違いを普通にする、偽りを普通にする、都合の悪いことを普通にする、まずいことを普通にする。みんなで笑っていきたいな。泣いてばかりだから。今までの絵本の持ち主さし、泣いて埋めいている。誰か聞いてあげないよな。誰も聞いてあげないな。普通を求めちゃダメなの？普通しか教えてくれないのに。普通が好きです。普通が好きじゃダメなの？でも普通ってなんだっけ？だってみんな同じことを、同じようなことしか言わないんだもん。僕だって寂しいのに。ほう。これ星とかも話せんのかな？話せんのか。みんなこの本読んでいた。読んで泣いてばかりいた。だからここにたくさんある。嘆きと叫びがたくさんある。ここは絵本の世界。でもあの子は少し違うみたい。嘆きが爆発した。うん。何か言ってよ、何か言ってよ。無視された。泣いた、怒った、無視された。騒いだ、叫んだ、無視された。みんなで遊びに、あ、これ言った。じゃあ、うさぎちゃん。ここは絵本の世界。絵本が住んだ、持ち主の世界。私が案内できるのは今の持ち主の世界、今の持ち主の心の世界。でもその前に全員のサンタさんの話を聞いた？うん、聞きました。楽しいショーの始まり始まり。なんか嫌な予感がするな、そのショーも。ほらまたカオスな世界やし。
何よもう、もう。水岡雄一の滑稽な見物舞台第1回、母親に振り回されるピエロ。はーい。普段から疲れたような顔したまま、いつもパパのことで悩んでいて、それがだんだん溜まっていく。それが一定の周期で爆発して暴れ出す。そこらの本の元を投げたり蹴ったり泣き叫んだり。その矛先はいつも僕に泣きつく。それが収まると、今度は自殺しようとする。包丁を持ち出したり、家中の薬をかき集めたり、ビールの上から飛び降りようとしたり、いつも僕が止める、なだめたり気を使ったりして、そして収まったら今度は病院に行く。そして、どこにも異常はないとお医者さんに言われて診察しようとやる。その後、決まってこう言うんだ。頑張るから。これがいつものパターン。もうずっと続いてる。同じことの繰り返し、繰り返し。頑張れないのに頑張るという。だったら最初から言わないで。いやいや、ここでちょっと笑い声出すのは不謹慎でしょ。このピエロがちょっと気になってた。ここには確かにいろいろな珍しい質問があります。世界中の奇跡という奇跡を全てが集まっています。恐怖と競争と神秘との高尚な意図で織りなされたこれはシーイクトの物語が鏡の上に展開して、眼前に現れてくる凄まじさ、想像よりもさらに不気味に、実際よりもさらに鮮やかに、強く明るく映し出される刹那の気持ちを味わってごらんなさい。夢に値段はございません。どうぞごゆっくり厳格に生きてくださいませ。あ、どうもどうも。じゃあ見ます。第2回、誰も頼れないピエロ。誰に聞いても答えは同じ。よくわからない。他の人に聞いてみて。先生にも聞いたけど、同情するような顔でうなずくばかりで、問題はちっとも解決しない。わからないことはどんどん質問しましょうって先生に習ったのに、これじゃ全然意味がない。結局、頼れる人は一人もいなかった。それで言ってテレビとか本では、友情は素晴らしいとか、人とのつながりを大切になんて言ってる。そんな素晴らしいつながりが今の世の中には本当に存在する。そうやね、あるのかね、そういうのって。じゃあ次、本屋のピエロ。不倫を扱った本ってあるよね。ああいうのって不倫をすごく美化したり、ノウハウやらルールやらは教えるけど、子供のことについては全然書かれてないんだ。それは確かに子供が大人の色恋に口出しはできないけど、破綻した時に一番しわ寄せが来るのは子供なんだよね。どうして無視するんだろう。色恋にはまると僕らのことなんか忘れちゃうのかな。なるほどな、親父の不倫のやつか。続いて第4回、パパと絵本とピエロ。ある日パパに聞いてみた。ママはいつ良くなるのって。そしたらパパは、病気じゃないからすぐに良くなるよ。あれだけママがおかしくなってるのを見てて、まだ病気じゃないなんて言うの。あれは絶対に何かの病気だ。誰かにしっかり治療してもらうべきなんだ。僕はそう思ってた。それなのに病院や周囲の人たちは、異常はない、すぐ良くなる、よくわからない。そしてパパは何のつもりか、分厚い赤いバラの早朝の絵本を差し出してきた。これを読み終わる頃には良くなるってね。そんなわけないって、小児の僕にもわかることだよ。それはこういう意味だったんだと思う。パパには関係ないって。ママともおばあちゃんとも僕とも向き合わない、卑怯者のパパ、大輝。第5回、ママの最後とピエロ。
いつものことだった。いつもいろんなところを連れ回されて最後にビルの屋上に来る。そして死ぬと言って僕に不満をぶちまけて泣くんだ。いつものことだったけど、僕はもう限界だった。その時だったんだ。今みたいな不思議な力が使えるようになったのよ。変な力を感じた僕は頭の中でママを殺すことを考えた。そしたらママ急に動かなくなったから、そのまま僕が屋上から突き落とした。ゆっちゃん、ママの子に生まれて幸せ。これがママの最後の言葉だった。ママが悪くないことは分かってた。でもけど僕も限界だったんだ。それに正直、自分が世界で一番不幸みたいな顔してるママが怖かったこともあったし、ってだってなんて答えてほしいのって思っちゃったんだ。近所の人たち、野じ馬のコーティの顔とひそひそ声が頭にこびりついて離れない。重いな。第6回クラウンピオン。町内会で家族で歌を歌うことになって3人で練習してた。歌の名前は星のよ。家族みんなが好きな歌だった。練習してたらいつも通りというか、パパとママの間の空気が険悪になった。その時僕の口からとっさに出たのは、バモスカントール。そしたら僕のその発言に気を取られて、パパとママの雰囲気がなんとなく良くなってた。バモスカントールというのはポルトガル語で歌いましょうって意味。たまたまテレビで見たんだ。へえ。それがパパとママの中だけに限らず、場の雰囲気が暗くなった時の口癖になった。いつの間にか僕がトンチンカンなこと、ふざけたことをすれば、場の空気が和むって学習しちゃったんだ。でもこれ、僕が本当に望んでいたことなのかな。第7回、家族の歌。ママ、蝶々捕まえたよ。ほんと、綺麗ね。でも、蝶々さんは人間より早く死んじゃうから、いたずらに捕まえたらかわいそうよ。そっか、そうだね。蝶は魂を運ぶ生き物だって言われているんだ。その魂が本当に望む場所へ連れて行くのかもしれないな。そうなんだ。ねえ、歌わない？星のよう、ここに来るといつも疑いたがるな。歌おうよ。わかったわかった。まずは発声練習からね。まあ幸せな家族やったんやもな。なんか急に絵柄が変わった。だけかな。大宇宙ラジオタウン。さて早速皆さんからの対やんでいきましょう。ビンタさんから、昨日友達が遊びに来たのでヨーグルトを出してあげました。食べ終わった後、片付けた容器の賞味期限を見てみたら、なんと3年前、腐ってる。でも友達はピンピンしてました。すげー。男色家さん、どうでしょう。昨日不条理の女友達が遊びに来たので、レバーのコミックを見せてあげました。そしたら彼女は延々と極津らについている語り出しました。なんと3時間腐ってる。でも彼女は生き生きしました。すげー。次のお便り、ケンさんから、最近ゲイセックスに目覚めました。中学生の頃、痴漢に無理やり尻やられて以来、ゲイは大嫌いだったんですが、大学になったある日、そのことを思い出して興奮してしてしまったんです。それから思い切ってサウナ行ってみたら、もうモテモテで、みんなが俺のケツを止めて順番待ちっすよ。絶対妊娠しちゃった、かっこ大笑い。サウナ行けない日は丸々すっか突っ込んで一人で遊んでます。腕って本当に生えるんですかね。男色家さん、どうでしょう。ちょっと壊れる君の文章に、おじさんこぼ。次のお便り、ユープルさんから、実のおじを犯したい願望があります。
今度チャレンジしてみたいと思います。男色作家どうでしょう。アンコホッカー次の便り、トモヨ作家旅行なのに申請本件です。情けないですよね。男色作家さんどうでしょう。保険聞くらしいよ。一旦コマーシャルです。おい何言わせとんねん。本当に何やらせとんねんこっちを。ほんまにな、言うとくわ、これ作ったやつほんま病気やぞ、ほんまに。やっと、もうやっと俺見れなくなった。ほんとにもう、最後はエラモン見せやがって。おうおう、うん、なになになにこれ、急に変わりやがって。誰やねんお前。寺五子富富柳屋境高い東に車屋町。はい、カラス両替ブロッコロも新町釜ん座西尾川。なんのこっちゃ。油さめ貝堀川の水吉合いの黒大宮へ。松日暮らしに知恵行為上腹千本果て葉に詩人。なのこっちゃ。お知らせ、この先スーパー説教タイム長いよ、セーブ推奨。マジでどうしようかな。いいや、日付やっちゃおう。もう一回セーブしろってことかよ。やっとくよ。出たー。この街では願いをかける星すら見えない。僕の欲しいものはこの街では絶対に見つからない。なんつって、ゆうちくん、僕聞きたいことがたくさんあるんだ。ここがどんな空間だか俊介くんは分かってる。あ、しまった、俊介のセリフをゆういち風に言っちゃった。サンタさんたちから聞いたのは、ここは絵本が生み出した世界。そしてウサギさんに案内されたのは、ユイチくんの心の世界。いろんなものを見てきたよ。サンタさんたちの話。ユイチくんがステージでパパやママと話しているところ。さ、何か最後、変なのが入ったけど。最後のは気にしない。そうか。あのサンタさんたちはね、今までの絵本の持ち主だった子供たちの意識のかけらなんだ。この絵本は、なぜか代々、不仲な家庭の子供の手に渡ってたらしい。子供たちはこの絵本を読んで、子供たちはこの絵本を読んで自分を慰めていたらしいよ。だからこの絵本にはそんな子供たちの嘆きや悲しみがたくさん詰まっているんだ。ちょっと恨みがましいよね。ゆういちくんがその絵本を持ってるってことは、ゆういちくんの家も。まあね。パパと仲のママの仲は最悪だった。パパがママのことを嫌っていて、いつもひどい言葉を浴びせていた。近寄るな最近、いるだけで粗大ゴミ。家畜風情が口答えするんじゃねえ。そう言った後、周りのものを蹴ったりしてね。迷惑だったなあれ、壁に穴開いたし。ママの方は何も言い返せなくて、ただ泣いたり愚痴を言ってばかり。僕も僕で、二人に気を使ってばかり、慰めたりご機嫌を伺ったり、あっち行ったりこっち行ったりで、いい加減僕も疲れてた。そんな時だった。パパから絵本をもらったのは、不思議な力を持った赤いバラの総称の絵本。僕の手に渡ってから急に力を発揮した。多分僕の番で限界だったんだろうね。嘆きや悲しみを溜め込むのが、それが爆発して破壊と負の力になった。そして僕はママを殺した。ついでにパパも。どうしてこんなことになったかわかる？それはね、僕のパパが俊介くんのお母さんと不倫してたからだよ。うそねえ、本当に奥さん大丈夫なの？あいつは今日から友人と温泉旅行なんだ。しばらく帰ってこないから大丈夫。でも息子さんが今日学校休みよ。息
子も友達と遊びに出て夕方まで帰ってこない平気だって。そう、それならいいけど、本当にバラなのにしてよね、お互い一人じゃないんだから。分かってるよ。ちょうどその時僕はお昼食べに帰ってきたところだったんだ。会話からなんとなく分かった不倫だってね。しかしこの図家政婦は見たみたいだね。ところであれは持ってきたか。おむつとおしゃぶりとカラカラね。はいはい、ちゃんと持ってきたわよ。ほんと赤ちゃんプレイ好きね、この変態さんね。あの人は私のものよ。主人は絶対渡さないわ。最低だよ。女の勘は鋭いもので、それから割とすぐ不倫はバレた。ママはパパに問い詰めた。どうして不倫なんかって。これがホームドラマとかだったら夫の方が許してくれなんて謝るけど、パパは違った。とにかく口答えするなの言ったりばり、ますますひどくなる汚い言葉にもう何を言っても無駄だった。ママの方もだんだん言い返せなくなってきて、徐々に元気がなくなっていった。ご飯も美味しくないって言って食べなかったり、好きだった残酷への描写もつまらないって書かなくなったり、もうここの時点病んでるやん。残酷へ、残酷へ、あ、そこは引っかかるポイントじゃないから。そうですか。ともかく、もともとおばあちゃんの介護を疲れていたママは、そこから一気に崩れていった。今振り返れば、ママの介護疲れした顔と態度にパパもイライラしていたのかもしれないけど、だからって不倫していいわけ、言い訳にはならないよね。だいたい問い詰められた松の大生が、問い詰められた末の大生が、家畜が生意気言うんじゃねえ。最低やな、本当に。それからだよ。さっき君が見た最後になったのは、ママは病気になっていったんだ。体のじゃないよ、心の。心の病気？そう、心の病気、ありえないと思ってる？でも僕はママを見てて思ったんだ。心の病気、調子が悪いんじゃないか。もしかして何かの病気じゃない、なんかじゃないか。こう言うと異常者みたいに記憶を得るけど、そうじゃない。体がふとした弾みで調子を崩すように、心もふとした弾みで調子を崩すんだ。きっと別の世界では心の病気ってものがきちんと存在認められているんだって。それなのにこの世界ではママのことを言ってもよくわからない、怠けてるだけだ。お医者さんでさえ心の体の病気は認めんのに心の病気は認めないの？目に見えるものは認めるのに目に見えないものは認めないの？そんな考えが頭の中をぐるぐる回ってうちに、ついにママを殺してしまった。僕も限界だった。もう押しぶつぶされそうになったんだよ。だから次にパパを殺した。憎しみと恨みを込めて。周りに助けは求めなかったの？さっきも言ったよね、誰も相手にしてくれなかったって。先生、友達も先生も近所の人も誰もかも。挙句の果てにはこんなことまで言われた。簡単に人に頼るな。周りと親のせいにしてるだけじゃないのか。甘えていないで死に物狂いで頑張れ。親の悪口を言うなんてなんてこだ。僕はただ本当のことを言ってるだけなのに、他人には甘えと悪口に聞こえるみたい。こんなに苦しいのにまだ頼っちゃいけないの？助けを求めちゃいけないの？常識の皮をかぶった空っぽな言葉なんかどうでもいい。助けてよ。こんな言葉も周りの人たちには届かなかった。殺してやりたい。だから理屈でごまかす大人も、それに踊される子供も全部殺した。目の前でズタズタに引き裂かれるお隣さんや友達を見て、あっちの人たちはこう言ってた。誰か助けて、私が何したっていうの。いきなもんだよね、よく言うわと思ったわ。調子がいいったな。あ、でも近所のポチは助けたよ。寂しい時一緒に遊んでくれたから。なんか一瞬見えたぞ。助けを求める声にも犯罪者にもが、これはガーガセンガム世紀せず無理解の人たち、世間が僕に優しくないなら僕が世間に優しくすることもないよね。世間にとっては僕のやったことは自分勝手な少年犯罪の一つなんだろうけど、僕が犯罪者なら僕の周りにいたこの人たちは一体何なんだろう。あ、少年犯罪ってレベルじゃねえだろってツッコミはしらけるからなしね。確かにね。でも誰かが優しさを出さない限り悪いことは続くんじゃない？もう
さっきの俊介のセリフやん。そんな正論とか理屈だけ言ってもさ、人間っても結局感情の生き物なんだから、そういう言葉スラスラ吐く人って大嫌いなんだよね。僕、人の心を踏みにじってる感じですごいムカつく。僕にはもう誰かに助けを求める力もろくに残ってなくてさ、自分のことで精一杯で、だから優しくするとかもう無理なんだよ。はいはい、苦労話おつ食べよう。お、ゆういちくん、ゆういちくんが二人、どういうこと。絵本を持ってる、今まで話した方が偽物だよ。今出てきた僕が本物。そう、確かに僕は本物とは違う。でも偽物でもないでしょう。僕はこの世界の中心、水岡雄一の心の結晶、いわばもう一人の雄一なんだ。その割には随分本物と違うことをやってくれるじゃない。気づかなかったかもしれないけど、ハイビルの屋上にあるたのはそっちの方の僕だったんだ。多分絵本の力が暴走しちゃったのかな。まあそれなら絵本を焼き捨てればいいんだけど。そんなことしたらもう絵本の力は使えなくなるんじゃん。心配なら結構、僕はもう自分の中で整理ができてるからね。もう仲良しゲームもおしまい。僕はこの世からおさらばする。おさばら、おさらばってまさか。そう、僕は自分自身の命を絶つ。でもとってもいい気分だよ。この怒り街とお別れできるんだからね。そんな、やめてよ。どうして、君は僕の敵、僕は君の敵なの。自分から聞いてくれるなんて万々歳じゃないか。それはもしかしてさっきの僕の心の話を聞いて迷ってんの。それなら余計なお世話だね。僕はそんな考えとっくに捨ててるから。だいたい甘ったれんだよ。周りの大人が悪いだの、社会が悪いだの、単なる自己中なガキのザレ事を考え助けてくれるはずないでしょう。大人の方がはるかに苦労してんのに、子供の自分だけ守ってもらおうとか、被害者意識丸出し、それぐらい自分で解決しろよって話。それにさ、登場人物の痛々しい過去なんてプレイヤーにとっては単なる茶飲み話じゃん。いつまでこう痩せ我慢してるの。あ、痩せ我慢。本当の僕はそんなことを思ってない。痩せ我慢だよ。僕は君の心、君が本当に願っていることをやったんだ。君は俊介君と話がしたかった。そしてさっき僕が言ったことを伝えたかった。ちょっとでもできなかった。誰かに分かってもらおうなんて甘いという諦めの気持ちがあったから。僕には関係ない、そう言われるのが怖かった。どうして僕なの。もともと俊介君は候補者のうちの一人だったな。候補者は仲良しゲームのメンバー。メンバーの共通点は俊介君と綾瀬さんを除いた自分たちの親が僕のママと同じ状態、つまり心の病気になっていたこと。そして綾瀬さんは他でもない、綾瀬さん自身が心の病気になっていたこと。俊介君は僕のパパと俊介君のお母さんが不倫していた、不倫していたから。だからみんなは最初の時点で殺さずに生存のチャンスを与えたんだ。その中で俊介君が選ばれたのははっきりとはしないけど引け目かな。俊介君のお母さんはうちのパパと不倫してたわけでしょ。黙っておけばいいのに、それを僕があんな殺し方して見せしめて挙句不倫をバラしちゃったわけでしょ。自分勝手だけど、そんなことをしたのは多分どこかで俊介君に一番共感してほしい願いがあったんだろうね。俊介君にだけ僕の記憶のかけらを見せたり、町や怪物王に襲わせなかったのはそう気持ちからかな。ちょっとってば。僕は俊介君に自分を知ってもらいたかった。俊介君に最後の助けを求めてたんだよ。そんなこと思ってないし。思っているんだよ。君は僕はまだ助けを求めてる。でなかったらこの空間も僕も存在しない。僕がここにいることが何よりの証拠なんだ。人の話無視すんなよ。ただそれらは周りの意見に押し潰されて出てこれなくなっている。知らず知らずのうちに自分だけが悪いと思い込まされている。
そしてそれを跳ねのけるのも諦めてしまっている。なんかムカつくんだけど、君消えてくれない？どうすれば消えてくれるの？ああそうか、僕が俊介くんに対してどこか甘えているから君は存在するのか。じゃあまず俊介くんに消えてもらわないと。うぅもう目がいってる目がいってる、耐える耐える。ちょっと待って、これあとにちぎってくらうったら、何もしてこない。ほら仕返しじゃ。よーし。何よ、バックの絵が気持ち悪かった。落ち着きなよ。別に焦ってないし。嘘つけ。俊介くん。俊介くんは僕たちを見てどう思ってるの？思った通りでいいから。雄一くんは怒ってるというよりふてくされてるよね。何をどう言ってもごまかすことはできないよ。でも助けてほしいっていう雄一くんと自分はかわいそうじゃないっていう雄一くんがせめぎ合って二人になっちゃって、かわいそうじゃないと思ってる雄一くんのことやっぱり許せないけど、助けてほしいと言ってるゆういちくんもやっぱりゆういちくんだから、僕は他の人見なく放っておくこともできないかな。ずいぶんまともに返してくれたね。ね、本物の僕、こういう人初めてだよね。俊介くんは優しいんだね。そんなに僕かわいそう？信じてくれないと思ってたから、僕も俊介くんのことを信じたいけど、優しいふりをして最後には結局裏切るんだろうなと思っちゃう自分もいて、それに町の人を虐殺したのはやっぱり変えられない現実だから、僕はあじゃらかもくれん。消えちゃった。どこ行ったの？自分の家じゃないかな。一番いろんな気持ちが渦巻いてる場所だからね。そっか、僕ゆういちくんの家に行ってもう一度話してみるよ。何ができるかわからないけど。うん、ありがとう。バラ物語って童話知ってる？知ってるよ。棺に閉じこもる赤いバラのお姫様を白いバラの王子様が闇の世界から救い出すお話。あの話になぞらえるなら、俊介くんが王子様で僕がお姫様かな。もし僕と俊介くんが王子様とお姫様の生まれ変わりなら、童話のハッピーエンドがいいよね。綺麗な桜だね。うん、偽物だけど、でも綺麗。ねえ、来年の春に本物の桜を見に行こうよ。みんなでお弁当持ち合ってお花見しよう。嫌なことは水に流してさ。そういうことがゆういちくんとできたらいいよね。うん、本当にそう思うよ。約束だね。うん、来年の春に一緒に桜を見よう。それじゃあ絵本の世界から出してあげるね。本物の僕のことよろしく。うん、ちょっと後ろを向いててくれるかな。うん次元爆弾カウントダウン、よーい、え、5、4、3。ちょっとこれどこかね。1、タンマ来てるのーおぉしゅんすけくん、気がついたの？あ、りょうくん、さやかさん、あやさん、ひろとくんも、れいさんも、二人にも来てもらったんだ。しゅんすけくんが動かなくて、どうしようってそっか、心配かけてごめん。一体どうしたんだ？
全部話すのかな。そうか、そんなことが。でもさ、私たち、私には雄一の言ってることが信じられないんだけど。雄一が嘘ついてるのかもしれないんだし、姉さんな人しかいなかったからこの町はこうなっちゃったんだね。ねえ、俊介って優しすぎない？それに、あ、じゃあ雄一にお母さん殺されてるのにどうしてそんな優しくできるわけ？それでやっぱり雄一の家に行くのか。うん、そのつもり。よかったらみんなもついてきてくれないかな。この事件に関わったみんなに知ってもらいたいこともあるし。僕は行くよ。俊介君のこと心配だもん。私も放っておけないよ。俺もだな。見届けないと気が済まない。しょうがないわね。私も行くよ。私も行く。みんなありがとう。じゃあ早速行こうか。ゆうちくんの家。いよいよ物語が佳境になってきましたね。ってことなんで、ずいぶん長いことになっちゃったけども、ここかな。はい、ということで皆さんどうも長いご視聴ありがとうございました。多分次回が最終回になるかなというところです。パート10で最終回、いいですね。はい、ということなんで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。